ゆきと熊本遊びに来てだって行きたーい。パッ。いやマジでね、くっそ痛いよ本気で。あのなんかもうあの生まれるぐらいの痛さ。ありがとうみんな。え、結構起きてんね。そうちゃんと体もね保湿する、こうやって。だからもうでもマジでやばいの、もっちもちやね今。あーよいしょみたいな感じで言うもんな。でこのクリームがね、色がねこんな感じで、ちょっとねなんかエイリアンのあの緑色のちょっと例えが悪い。やばいことになるの、ブリーチが大変。もうマジでこれが寝てる間に肌を活性化させてくれる。でこうやってリンパマッサージをしながら、
かみんなインスタライブでいつもコメント拾ってくれるから仕事の疲れ吹っ飛びます。だってありがとう。たまにじゃなくていつも見て一緒に見て一日を共有しよう。すごい気使ってくれてさ、おしゃれしてきてくれるじゃん。もうそれがすごい嬉しくて、ダオ。なんか本当にありがとうって思う。時間とお金をなんか。やっぱみんなさ鮮明に覚えてくれてるよね、その時の会話とかさ、何をどういう表情だったかとかさ。ボンジョール、ボンジョール、 Thank you、 ボンジョールの、こんばんは。恋しちゃったんだ、それは恋だ。メイクちゃんって何言うだって、あれでしょ、メイクの話したやんな。ダオくんこんばんは、だって。あ、遅い時間にありがとう、こんばんは。あ、アカリン合ってた、よかった。ちゃんとやりたいことを見つけたから。お、応援してますよアカリン。
すごく大好きで好きなんだけど、ショールームとかはまた別でなんか、まあ、自分のファンの方ももちろん見てくれてると思うけど、なんか結構新しい方が見に来やすいショールーム だと思うので、なんかそこでねやっぱこう僕の配信とかを見てくれる方何が起こるかわからないし、昨日のね台風だって関東、まあ、首都圏がね直撃してしまいましたけど、やっぱりどこか電車とかもすごくね遅延したり運休したり、やっぱ地方のねそういう災害とかもさすごいし、本当に大変なことで自分にはわからないほどの大変さがやっぱあるから、あとみんなの不安の気持ちとか、だからそういうのもやっぱキスハグキスのダオとね、たくさんたくさん応援してください。じゃあみんなおやすみ。おやすみなさい。怖。おやすみ。パジャマ姿は希少だよ。じゃあのん、おやすみ。